姿勢のゲーム実況です。こんにちは、姿勢です。今日は、フライング50、まあ、50人対50人の戦いをして、その後にちょっと私が買い物したとあるものを、見せて終わるような感じにしたいと思ってます。それではいきます。せっかくなんで、このシーズン6からある空島に降りていこうと思います。行くぜ。最近は実はこのフライング50にすごいハマってて、フライング50ばっかりプレイしてます。最近プレステでフォートナイトも実は始めて、プレステの人ってやっぱりなんかスイッチよりも強いっていうイメージが勝手にあって、怖いからずっと50でやってるって感じなんですけど、50も結構面白いです。初めは周りに敵がいないので、なんか平和でちょっとつまんなく見えるかもしれないけど、最後が面白くて、ポーションもう開けられた後、はあ、いいか。最後の円に近いところでこの辺に最終的にはつきたいから、近くで膝集めをしよう。トマトテンプル、初めにちらっとだけ言ったことなんですけど、実はとある買い物をしまして、ちょっとそれをまあせっかくだから、まあ、ちょっとこのフォートナイトに、まあ、ちょっと関係するものだから動画で最後に見せて終わろうかなっていうことで。はあ、そっか、これかな。で、そのとあるものっていうのが、先にまあ言っちゃうんですけど、フォートナイトの公式グッズを買いました。イエーイ効果音でイエーイみたいなのがあるかわかんないから、ちょっと一応言っとこう。なんかそのずっとフォートナイトのグッズを探していて、しかも公式で、多分公式じゃないものっていうのは出てくるんですけど、公式のフォートナイトのグッズっていうのがなかなか見つけられなくて、そのイベントに行ったらこう物販とかであるかなと思って、いろいろまあイベントにも参加して見てはいたんですけど、物販っていうのはまだ海外のなんかそういうゲームイベントだったらフォートナイトの物販もあったみたいなんですけど、日本でやるそのゲームイベント全然フォートナイトグッズが売られてなくて、その代わりなんかビクトリーロイヤルを取ったら公式の限定 T シャツをプレゼントとか、まあ、参加した人にはステッカープレゼントって、まあ、この前もお台場のイベントで紹介したものがあったと思うんですけど、やっとです、やっと買いました。公式のウェブサイトを、どこ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 、キャー、こっちに敵がいるじゃない、いるね、乗ろう。え、あ、マジで早速か。
42-46。公式のウェブサイト見てたら、グッズっていうページがあったみたいで、それに気づいて買いました。あ、え、何？はみ出した。はみ出したみたい。当たった。これあるじゃん。もうちょっと、いや、あ、バレたかな。集中。当てる。当てる。おい、当てたー。あ、残念。あ、負けてる。こっから巻き返すのいけるか。あー、ちょっとごめんなさい。あ、やっちゃったよ。どこ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 。あー、敵いるなー、敵いるなー、嫌だなー、これはまずい。ここいるとまずいな、死んじゃう。逃げろ逃げろ逃げろ。味方がもう倒れちゃった。ほほほほほほ。違うルートで行こう。20人差。難しいね。やっぱりこっちか。ダウン取った。あー、来た。できた、できた。すごいラグが。いけ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 。いいぞいいぞ、ランチャーいいぞ。やっぱり50はこのストームの円がこうこのぐらいになった時が一番楽しい。コウスケ、コウスケ、あー、あれ消えた。はい、
なあ。なかった。もう一回だけやって終わりたいと思います。行くぜ。さっき途中まで話したんですけど、その公式のページからフォートナイトの公式のグッズがあるっていうことを知って、まあ買おうってなったわけなんですけど、リンクされてるページに飛ぶと海外のショッピングサイトだったんですよ。海外のお買い物って皆さんしたことありますか？あ、これ敵じゃないな。海外のお買い物を私はしたことあったかな。みんなに質問しといて自分はどうだったかな。あ、ある。ゲームグッズなんですけど、同じゲームグッズ買い、スマホゲームのヘイデイって知ってますか？また話がそれちゃう。私ヘイデイっていうあのアプリのゲーム一時期すごいしてて、ゲームとかを好きになるとちょっとグッズとかも買いたいなって思っちゃうタイプなので、こうヘイデイにハマった時もヘイデイのグッズが欲しいってなっちゃって、ヘイデイのグッズを買ったんですよ。それが確か海外だったっていう話はまあどうでもよくて、今回そのフォートナイトの公式グッズを買うページが海外のページだから、ちょっとためらったんですよ。だから見つけてから結構購入に至るまで結構な時間、1ヶ月ぐらい悩んだ気がする。買い物に悩みすぎか。でもなんか海外の買い物って、まあ、やったことある人は分かると思うんですけど、私にとっては結構ハードルが高いもので、例えば今回もこう税金がかかっちゃったりとか、あとそもそもこう届くか分からないみたいな、海外からだから時間もかかるし、こういろんな船とか飛行機とかこういろいろ渡ってくるわけで、こう届かない可能性も結構、私は今までなかったけど届かないっていう可能性もあるみたいで、あとはなんだろう、いろんな不安が、あ、そう、まずページが英語、英語が読める人だったら簡単な買い物かもしれないけど、まずページが全部英語っていうのも結構ハードルが高いと感じる理由の一つかな。あ、そろそろ行かなきゃだな、戦場に。これ開けたら行こう。何、二丁拳銃か、いらない。こんな感じで戦場入りしようかな。がないな。資材集めもしながら前に進もう。Thank you.
よし、私の好きなグレネードランチャーがあるから、もうこれはもう味方。どこで倒れてる？この辺。春100、今助けに行く。あれ、え、何、あの、え、なんでなんでなんで、しかも敵なんかめっちゃいるし、やばいやばいやばい、え、なんで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 、そりゃないよ。いやー、ナイス。あー助かった。なんで私のこと、あーなんで、味方です、味方です、あー、あなたの味方、お願い。あーよかった、建築お願いします。あー本当は商品紹介のプロの方にお願いしたかったんですけど、ちょっとまあ今回は私がするということで、ちょっと非常に残念な、いろいろ残念な開封になってしまいましたが、こうさらっとこういうものを買ったよっていうのを見ていただければと思います。で入ってる、雑だな届きました。じゃーん、海外からフォートナイトのグッズが届いたので、一つずつ見ていきたいと思います。はい、これがまず一つ目のフォートナイトの T シャツです。シンプルに黒に白地でフォートナイトロゴの T シャツを購入しました。結構薄手だけどシンプルに好き。ほっ、フォートナイトに出てくるハンバーガー屋さんのロゴのパーカーです。あー、ちょっと紐がグレーだったのか、紐も黒が良かったですね。これは友達への誕生日プレゼントで買いました。同じフォートナイト好きなので。これは結構厚手です。あーめっちゃかわいい、自分にもこれ作ればよかったこれは友達へのプレゼントです。続いて、はい、ロング丈、絵がなんかゲームの中の妹で、スプレーで壁に絵を描いた時に出てくるかわいいペンギンみたいな絵です。これになんか細身のレギンスとかいやーどうだろうネイビーのロング丈のこのペンギンのパーカー、これは、自分に買いました。ドン。続いて、あー薄い、生地がちょっとヘロヘロのラマティーです。ラマの T シャツ、これ可愛いけどめちゃくちゃ生地が薄いです。可愛いから買いました。ラマティー、これも自分用で、これもあ同じラマにしたっけ、同じラマにしてしまった。これも同じ柄にしちゃいました。これもラマの服じゃない、今回はエプロンにしましたなんかあんまり可愛いエプロンとか持ってなくて、結構いいエプロンがなかったので、フォートナイトのエプロンとか最高じゃんと思って最後の1個です。でんでん、
これ一体何だと思いますか？でんでん、おー、めっちゃいい感じになってる。はい、チャグジャグの水筒です。めっちゃいい。ちょっと魔法瓶ではない感じちょっと薄いなんかアルミみたいな素材です。だけどめっちゃ可愛い。チャグジャグの水筒です。これが一番お気に入り。この中に水とか入れて飲む。そうすると体力も回復するし、シールドもいっぱいになる。海外の買い物っていうのを、まあドキドキ、まあその、まあ税金がかかるかもしれないとか届くかわからないし、まあ英語だしっていういろんな不安があったけど、それでもちょっと、それでも私は欲しいというか買ってみようっていうふうに思うぐらいに今回は欲しかったので買ってみました。で届きました。そんな感じで今日は終わりたいと思います。それではじゃあのてて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 て